今回渡るのは三重県を流れる鈴鹿川波川です。三重県を流れる鈴鹿川水系は、その源を三重県亀山市と滋賀県甲賀市の県境に位置する高畑山に発し、鈴鹿山脈からのいくつもの渓流を合わせながら山間部を東に流れ、いくつかの支線を合わせて伊勢平野に出て、河口より5キロメートル付近の地点で鈴鹿川波川を分派しています。それではご覧ください。鈴鹿川波川です。この先の北楠駅の北側に本川である鈴鹿川があり、鈴鹿川波川と大きな三角州を形成しています。まもなく北楠駅です。ご視聴ありがとうございました。